韓国芸能事務所、ジプとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト、2次プロジェクトシーズン2から誕生したグローバルボーイズグループ、NEX、ネク x ジ、を起用した新テレビ CM が13日から全国放送されることになった。全メンバー7人が登場するのは、コカ・コーラシステム、アクエリアスの CM、進む人のそばに、ステージ、編、 ネクツのダンスレッスンやステージパフォーマンスの様子をグループのプロデューサーである j y パークによる作詞の新曲、Keep On Moving ともに、アクエリアスが日常で様々な人々をサポートする水分補給飲料であることを伝えている。スタジオでダンスレッスンに打ち込むネクツのリーダー智也が、充実した表情で、やるじゃんって自分に言えたら最高だなと思うからと、夢に向かって進んでいく気持ちを表現。 心地よさそうに、アクエリアスを飲むと、スタジオの鏡が一斉に割れ、その向こう側の世界が現れる。そこは体制の観客が声援を送るスタジアムで、ネクツメンバー全員がキレの良いパフォーマンスで会場を盛り上げるストーリーになっている。これに伴い、CM ソングのレコーディング風景を映した動画がアクエリアスの YouTube チャンネル、進む人チャンネル by アクエリアスで13日から公開。 メクツが出演する60秒 CM、進む人のそばに。2024、編は20日に地上波テレビで一夜限りで放送されることも決まった。メクツのメンバーは、ともや、ともや、ゆう、ゆう、はる、はる、そうじソゴン、セータ、セータ、ヒュイ、ヒュイ、ゅい、ゆき、ゆき、の7人。メクツとは、ネクストゼット、ジー、エネラチオン、を意味している。 二次プロジェクトから生まれた証として N と Z の文字を入れ次世代を担うメンバーが集い新しい音楽とパフォーマンスを届け新時代を切り開いていくというメッセージが込められている。j y パーク氏はグループ名発表の際これからの未来を新しい世代と共に切り開いていってほしいという気持ちで名付けましたとメンバーに語っていた。 ネクツは昨年12月18日、オーディションのファイナルステージで披露した j y パーク作詞、作曲のミラクルをプレリリース楽曲として配信。そして今月20日、コリアファーストシングルアルバム、ライド・ザ・バイブを引っ提げ、グローバルデビューすることが決まっている。